こんにちは夢中ピアノ玉奈です今日はコンクールでダメだった人のお話をしようと思います私は今まで50人以上はコンクールに生徒さんを出させていただいていますそして多分10人以上は全国大会やアジア大会などで賞を受賞させてもらっています それからえっ、ー、とどこのコンクールかは言えませんが某コンクールで審査員をさせていただいていますその経験から今日はお話をしようと思いますまず審査員をしていて思うこと審査をしていて思うことうんきちんと弾けているかテクニック、ピアノの音色、表現力そしてあと一つ 感動できるかかどうか会場の空気を変えられるかどうかここにかかっていると思うんですそれから指導していてい思うこと最初コンクールに出させていただいた最初の頃はちゃーんと弾けているのに何でしょうもらえないのなんか審査員さんどうなんて八つ当たりしていたこともあるのですがだんだん分かってきたことがあります。 まずレッスンで指導していくことは正確に歩読みをするそれから構成を知るでだんだん分かってきたら速いパッセージの練習や和音や弾きにくい指使いやうんまあなかなかうまく弾けないところの部分練習なんかを指導したりしますね。あと一つちゃんと弾けるようになってきたらプラス感動させるかどうか。 ここをレッスンではやっていきますでじゃあどんなことで感動させられるか考えられるのはうーんどんな曲なのかなっていうことそして、えー、自分の音をどんなふうに響かせたいかイメージできているかな頭の中で鳴っている自分の音が分かっているかな。そういった深い 深いところまで想像できるかどうかが勝負の分かれ目です、えー、曲の理解これも大事です深いところまで想像できるかというのは曲をどの程度理解できているかっていうことにももちろんかかってきますね例えば曲の時代背景とか、うん、作曲家のことそして、えー、曲の様式、うん、リズム 踊りのリズムなのか、もしくは、えー、気楽的なリズムなのか、そういったものもありますね。えー、それから、うん、タイミング、フレージング、そして、うん、バランス、各セーブのバランス、うん、そして音楽の流れ、それでどこに趣旨があるかとかそういったこと、 そしてててどううやって場面転換をするかなんていうことも考えなくてはいけませんそしてそれを自分なりに理解してうまい具合に心と頭と体に消化して今度はそれをアウトプットする時にどうやって感動させるかそのアウトプットがあるかないかが運命の分かれ道。 それじゃあどうやってアウトプットするか感動させるかそれ一番わかりやすいのは今弾いているあなたの曲これにぶれないいイメージをしっかり持つとととううことだと思うんです、うん、例えばこの曲は明るい曲悲しい曲暗い曲それとかすごく静かな曲あとは賑やかな曲それとかかっこいい曲。 うーんふんわりした曲はっきりした曲情熱的な曲柔らかい曲硬い曲そういったイメージを曲としてきっちり持つことそしてそれをその曲の部分部分でどんなふうなストーリーを作るか組み立てるかっていう感じを持つといいと思うんです。 そしてその曲作りを本人が楽しんでいるかどうかっていうこともとても大事です。例えば先生にこうこうこうじゃないとかこんなイメージじゃないなんて言われたことをはいそうですか。わかりました。じゃあそのように弾いてみます。これでは自分のものにはなったとは言えないし人を感動させることはできません。自分が悲しい曲を楽しんだり まあ楽しい曲を楽しんだりドキドキするワクワクするものを本人が楽しんでいてそれを曲を通じてお客さんに聴かせないとそれれはは感動は生まれませんあともう一つ小さいうち小学校の1年生とか2年生のうちは例えば「明るい」とか「暗い」とか「雨が降ってる」とか「お天気がいい」 とかうんそんなすごく単純なイメージだけでもいいと思うのですがもっと高学年になって中学生や高校生になってきたらもちろんいろいろな経験をしたりいろいろな知識があるわけですからそこはそんんなな単純なイメージだだけでではダメだと思うんですうん自分が経験してきた風景だとか その時に感じた一瞬のインスピレーションとか、うん、風の匂いとかそれから、えー、学校で勉強してきたいろいろな国のことや哲学的なことや宗教のことや、えー、それから美術的なことや今と昔の時代のことやあとはえー 人を愛すること、そういうのも加わってきますね。だから、普通にきちんと弾けているだけではダメなんです。それならば、AI に任せて、人工知能に任せてやってもらえばいいだけなので、それでは人は感動しません。やっとこさ、上手に弾けるようになってきたね。では、当然、まだ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 足りないのは、 これででお分かりでしょ感動を与える音楽まずは自分で楽しむこと演じきること弾き切ること必死になること音楽に入り込むこと自分の音を聞きまくることやってみてください。